ライトトラック、またはライトデューティートラックは、アメリカ合衆国における自動車の分類で、貨物の積載量が4000ポンド未満のトラック、またはトラックベースの乗り物を指す。連邦規則州では、ライトデューティートラックを、車両総重量が大きくても8500ポンドまでに、収まり、元来、財産、所有物の輸送の目的のために設計された。 あるいはそのような乗り物の発生物、または元来、人の輸送の目的のために設計され、定員が12人以上である、もしくはオフストリートもしくはオフハイウェイでの作業を呼び、使用を可能にする特殊な機能が利用できる、あらゆるモータービークルと定義している。ライトトラックには、バン、ライトバン、ピックアップトラック、スポーツユーティリティトラック、そしてスポーツユーティリティビークルが含まれる。 アメリカ合衆国政府はカフェ平均燃費標準を通じて燃費を規定する車両のクラスとしてライトトラックを使用する。このクラスにはバン、ミニバン、SUV、そしてピックアップトラックが含まれる。この種の車は個人輸送よりもむしろ業務用と農業、インフラ土木建築業に供されるという建前、前提のもとライトトラックは 一般的な自動車よりも緩い政府規制の燃費標準を有している。アメリカで販売されているライトトラックがますます個人用と一人乗り用と一緒に乗せる相手がいないユーザー向けとなってからは業務用と以外のライトトラックに対しより厳しい燃費基準の適用を主張する者も,もいる。これを支持する論拠の一つはライトトラックの中にはユニボディ構造で作られているものがあり、 それは、ボディオンフレーム写真よりも眼鏡ではなく、従って、業務用途での国示には適していない、というものである。乗用車のコンポーネントを用いた、セダンピックアップやクロスオーバー SUV は、その一例である。1963年に米国と欧州との間で、米国産鶏肉をめぐる貿易摩擦が発生した。この軽装の中で、欧州が、 米国産鶏肉に対して、関税を課し、それに対する米国の報復が、澱粉ライトトラックなど、計4品目に課した25%の関税である。この関税は1979年には、ライトトラック以外の3品目は解除されたが、ライトトラックに関しては、半世紀以上経過した現在に至るまで、継続している。 1963年の係争は米国ではチキン戦争と呼ばれ、米国が課した関税はチキンタックスと呼ばれている。ありがとうございます。